というわけで今日はですね、牛窓にやってきました。ものすごい迫力のある映画ね。これ夏の間は海の家でございます。この前が海となってます。で今日はまあ牛窓の海水浴場に来たわけなんですけども、この先にね神社があるんです。で、まあ、その神社もね結構有名で、牛窓神社って言うんですけど、まあそのまんまですよね。ちょっと今日はそこに行ってみようかなと思うんですけども、だいぶね山の上にあって登らないといけないんですよね。まあ、若者たちの間では心霊スポット、まあ、そんな感じで言われてるんですけども、ちょっと今日は一人で行ってみます。あの先に見えるのが神社の入り口でございます。サイドにね提灯がついてるんですけども、夜になったら光るのかな。でもまあ撮影は深夜なので消えてます。よいしょ。よし。よし。結構きつい階段です。
まだここは神社ではありません。中腹ぐらいです。あともうちょっとです。210m で、目の前にさらなる鳥居を発見しました。ここからが牛窓神社、もうすぐです。ちょっとなんか寒くなりましたね。さっきより寒くなりました。門があります。自動的に光るようです。中には人形がいてます。消えた。さっき光ってましたよね。
に何もなかったですけど、この神社の関係者が住んでられるんですね。よし、さっきまでね神社の中光ってたんですけど、到着したら消えました。はい、というわけで帰ります。牛窓神社って読むかな。というわけで今日はこんな感じでお送りしました。休憩なしに登るんだったら大体何分ぐらいかな、7分8分ぐらいで到着します。まあ、ちょっとした運動がてらにはいいかもしれません。まあ、夜行ってもまあ不気味ですけど、特に何もないです。逆にお賽銭泥棒だと間違われてちょっと面倒くさいことになるかもしれないです。というわけで今日はありがとうございました。また次回も夜の一人シリーズお送りいたします。ありがとうございました。あれ、さっきあの中にあったかな。中にあったかな。